早速入ってみました。早速タバコが早いセット。お、美味しそう。こんな感じでね、書いてあるね。何が？これでしょ？うん、タバコご飯セット。うん。はい、買いました。3枚。ご飯の他にもそんな感じで。これだよ茶碗。あ、そっか。茶碗でか。パパさんの顔でかいからあんまり分かんないかもしれない。テーブルにねこんな感じで卵があります。あとは。お醤油、何種類かありますね。3種類かな、あります。すごいね、この卵がね、何とも言えない見事でございます。それだ、いただきます。赤ガラの卵です。これだけでも結構ありますよ、ね、かなりあるね。どんびゅりめちゃめちゃでかいから、とりあえずおたま。それ2個やっても2個やるね。本当？だよね。だよね。より飲み物にしちゃう。海苔とおかかがありましたね。かけてきました。最初から2個。最初から2個いくよ。ウェイ。最初から2個。最初から2個。いい感じ。美味しそう。やばうま。いただきます。海苔出てきた。なんかふんわかする、これなんだろう。いっぱい混ぜたから。うん。おいしい。うまい。うん。かつお節うまいよ、かつお節あると。おいしい。海苔とかつお節がベリマッチ。うん。海苔とね、かつお節が。ベリマチ。ふりかけがあるんだよね。ふりかけがある。いいな。これふりかけ。おいしい、絶対おいしい。やばい。スペシャルベリマチ。おいしいよね。めっちゃ美味しい。そうですね、究極の卵かけご飯や。ビルマチが口がすごいね。さあ、卵かけご飯かしか大好きなの、幸せよね、幸せの美味しさがします。幸せレベル、めっちゃ美味しい。こんな丼ご飯で食べれるっていうのがね、すごいね、最高だよ。ちょっと見て、この一口これだよ。めっちゃいった。なんかご飯が吸っちゃったこれなんかこのそぼろみたいなの美味しい。それ何？なんかきんぴらにそぼろみたいな。パパさん完食です。一杯目。もう一杯いきます。2杯目です、パパさん。パパさん2杯目です。この量すごいよ。それ美味しいんだってね。これ美味しい。
かけベリーマッチ。美味しいね。完食。よかちゃん行きました、完食。はい、おかわりしてくる。うん、これ持ってけばいいんだよね。なんか味変えられるからうまい。本当だよね。いいね、それ言うね。ママさん、完食。何だママ。ママ食べたんだ。ママ無理しない方がいい。すごいね。食べました。普段あの量絶対食わないよね。食べない、絶対食べない。よく食べるよね。うん、どうやったのママ。え、何かおかわりしようか。どうしようか。え、おかわりできるの？大丈夫ママ。すごいな、ママ。すごいね。ってことは、たもっかけご飯は相当食べられるってこと。そうだね、飲み物って家でこんな食ったことねえもんだって。食べる、本当だね。本当だよね。なあ、こんなの食べないよね。家で絶対食わないよな。ふりかけ美味しい。うん、ふりかけがうまい。これは一味。うん、パパさん2杯目完食です。時間をちょっと考えております。2杯目完食です。どうしましょうか。3杯目1回考えてるね。少し高いとかわからない。少し少なめです。少なめ、うん、これでも普通の茶碗1杯超大盛りぐらい、うん、ある。え、今度何、白身と黄身と分ける。あ、分ける。うん、ここに書いてあるよ。あ、ほんと？これ、これです。そういうやり方かな。美味しいと思うか、ご飯の食べ方。うん、白身をこの中に入れて、黄身と白身を分けるの。こう、うん、こんな感じです。そう、で、うん、白身だけご飯の上にかけて、うん、じゃあかけるよ、うん、この中に黄身を入れてくる。黄身を入れてくる。あ、なるほど。これもかき混ぜる。かき混ぜるの。これ足りる？2個で足りる？これ2個ぐらいやる。そしたら、ここでこの上でやっちゃうんですね。そう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 。ってことだよね。あれ、皮がすごい。しっかりして。皮がすごいんだよ。ほらほら、皮がすごくて割れない。あ、ほら。ご飯食べるようです、これ。あと、卵焼きも美味しいね。うん、うまい。いただきます。うん、
どう？めっちゃめちゃうまくない？うん、めっちゃ美味しいですこれ。本当にこのご飯最強だよね。今までね普通のやつしか食べたことなかったけど、これにあるとめっちゃ美味しいです。これ超おすすめ。うまい。本当に。お姉さんがね、ご飯を食べてくれるとき少なめでお願いします。はい。ポンって譲ってくれて、ちょっと譲ってくれて、で見られたから、うん。そこに言葉のやり取りがなかった。乗せてくれて結局普通盛りぐらいなるよね。3番目完食です。すごいね。もういい。2番目完食です。これさ、パパさ3杯食べたけど普通の茶碗だったらこのぐらい10杯分、うん、多分10杯分ぐらいあるよな。あるました、ゆかちゃん。やばい、ゆかちゃんと同じくらい食べてるじゃん。明日から本当にダイエットですね、これは。明日からいいじゃん。はい、ということでね、たくさんいただきました。めっちゃ美味しい卵でございました。はい、食べ過ぎた。ゆかりんは3杯。パパさんも3杯。ママさん2杯いただきました。それでは、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。卵の新鮮な味わいを楽しめて、てんてけてんまで食べました。はい、ということでね、卵ごはん、たらふく食べました。めっちゃいっぱい。やっぱり飲み物だから食いすぎるね。やばい、今やばい。完全に食いすぎた。うん、だけどめっちゃ美味しかったです。完全に食いすぎました。お姉ちゃん膨れてる。やばい、ね、だけどソフトクリームも食えなかったね。本当だね。だからね超美味しかったんで、うん、ここら辺通った方はね、はい、ぜひチェックしてみてくださいませ、はい